エデュアルト・ブフナーはドイツの科学者、発光学者。発光の科学、生物学的諸研究により1907年にノーベル科学賞を受賞した。医者と法医学の臨時講師の息子としてミュンヘンで生まれた。兄、ハンス・ブフナーは後に細菌学者となった。1884年にミュンヘンの植物学研究所でアドルフ・フォンバイヤーのもとで科学を カール・ネーゲリの下で植物学の研究を始めた。エアランゲンでのオッドフィッシャーと共同研究の後、1888年にミュンヘン大学から博士号を授与された。1896年から中便ン,ン大学助教授、1898年からベルリン農業大学教授、1909年からブレスロー大学生科学科教授、1911年に ビルツブルグ大学教授を歴任した。1896年、兄のハンスによる高毒素の研究の予備実験として、酵母を砂とともに乳鉢ですりつぶし、ろ過した上で保存用に初頭を加えたところ、発酵が起こるのを発見。顕微鏡で観察しても、その中には生きた酵母は全く存在しなかった。ブフナーは、酵母が生産した何らかのタンパク質が発酵を、 起こすと考え、その物質をジマーゼと命名した。これは後に酵素と呼ばれることになる。この発見がノーベル賞受賞につながった。発酵に生きた酵母が不要であることを示したことで、正規説に打撃を与えた。ブフナーロートや、それに関連した吸引瓶は、ブフナーの発明と誤解されることもあるが、実際には別の科学者、エルンス・トビューヒナーの名を冠したものである。 1907年に生科学の研究と無細胞での発行の発見によりノーベル科学賞を受賞した。1900年にロッテシュタールと結婚した。第一次世界大戦に際し、少佐としてルーマニアのフォクシャニの最前線の野戦病院に勤務したが、1917年8月3日に負傷し、その9日後ミュンヘンで亡くなった。ありがとうございます。